シクロノナテトラエムは化学式 CQH10 の有機化合物である。1969年に光術の方向属アニオニエの水素化で初めて合成された。不安定であり、室温で半減期50分で6倍逆線的電子閉環反応により 3R7A ジヒドロ -1H 因電に異性化する。紫外線にさらされると 高科学的 8π 電子閉環反応により、微シクロ、6.1、0ス2 4、6トリエンとなる。シクロのナテトライニルアニオンは、10π 方向属系である。トランスクリプション、シス、シス、シス異性体と、オールシス異性体の2つの異性体が知られている。前者の方が不安定で、低摂氏40度から、室温の範囲で、後者に異性化する。 オールシス異生体 CQH9 体は9クロロビシクロ6.10の名に46トリエンをリチウムまたはカリウムで処理することで得られる CCC 結合角が120度ではなく140度になっていることによる関歪みにかかわらずこの分子は平面上で D9 ス対称性を持つと考えられているリチウム塩はシクロペンタジエンと反応して リチウムシクロペンタジエニドを与え、シクロノナテトラエンは、シクロペンタジエンよりも弱い酸であることがわかる。シクロノナテトライニルカチオンは 8π 系である。その中間体は1の可用倍分解であることが示されている。1の容易な可用倍分解は、カチオンが安定化されることを示唆している。計算的及び実験的証拠は CQHQ が規定状態で、 メビウス方向属性を示す稀な例であることを示唆している。ありがとうございます。